どうも、さっきのライトニングトークが失敗したからもう一回やり直してるわけではありません、赤星正則かける坂口修一二人芝居の坂口修一です。よろしくお願いします。ね、一人芝居1年間やってポリープできたと言いましたけどね、もうちょっと一人芝居はちょっと大変だったなということで、当時一緒に一人あの別のタイミングで一人芝居をしてた赤星正則君と、さっき長いことね劇団やってるっていう紹介がありました、あの世界一団それからサンデーに所属している赤星正則君と、二人芝居をしまして、今回その中でもイコールという作品を配信しております。よかったらぜひ見てください。中世の錬金術師の話になっております。錬金術師のですね、テオと病弱な友達ニコラの友情の物語でですね、まあ、40歳のおっさんがですね、ちょっと半ばボーイズ B にボーイズ B じゃないですね、ボーイズラブに、ボーイズラブに近いような話をね一生懸命やっております。これもね演劇じゃないとね、はい、これも見れない。